燃料集合体とは原子炉で使用される核燃料の最小単位である。原子炉内に昇化される核燃料の最低単位は炉型によって形状が異なる。高温ガス炉の球形のペブルベッド型核燃料は、それ一つが燃料要素と呼ばれる最小単位である。軽水炉では多数の燃料棒を格子状に組み上げた四角形の構造物である燃料。 集合体が最小単位となる。新型転換炉に使用される円形のものや、高速増殖炉の六角形の燃料集合体も同様である。原子炉の定期検査の際、炉内の燃料のうち、およそ3分の1から4分の1が使用済み燃料集合体として炉外に取り出され、新しい燃料集合体が原子炉に創価される。また、燃料の燃焼度に応じて、 炉内の燃料配置を変更するシャッフリングも行われる。発電所では燃料集合体に6桁から8桁の固有番号を付けてその使用履歴を管理している。同じ軽水炉でも沸騰水型原子炉と加圧水型原子炉では燃料集合体の構造が異なる。BWR のセルの水平断面図、4体の燃料集合体と十字の制御棒が増加されている。 BWR の燃料集合体は、初期の66型燃料から始まって、現在の110万キロワット q b w r では、88型、99型の燃料集合体が使用されている。BWR の燃料棒の燃料被覆管には、ジルカロイ -2 が使用されている。88型燃料集合体の中心には、ウォーターロットと呼ばれるパイプが通るため、 使用される燃料棒総数は8本8本イコール64本より少ない。燃料棒下端は下部タイプレートの格子板に固定され、中間を7枚の指示格子と呼ばれる格子板の板バネによって保持されている。燃料棒上端は上部タイプレートとエクスパンションスプリングによって結合されており、燃料棒の伸び縮みを吸収する。指示格子はウォーターロットに固定されている。 BWR の燃料集合体の外部はチャンネルボックスと呼ばれる金属板で覆われている。チャンネルボックスは燃料集合体の外側を上下する制御棒から燃料棒を保護すると同時に冷却剤が流れる方向を制限する。チャンネルボックス本体の長さは約4.2メートル、幅は約14センチメートルであり、燃料棒の長さは約3.7メートルである。 110万キロワット q BWR の圧力容器内には、1本の制御棒が通るセルと呼ばれる格子が185個あり、それぞれのセルに4体の燃料集合体が増加される。炉心外周部には単独の燃料集合体を増加するセルが少数あり、全体では764体の燃料集合体が増加されている。BWR では、 形式の異なる燃料集合体を同時に使用できるため、燃料棒本数の異なる燃料集合体が混用されていることがあり、このため原子炉全体の燃料棒本数は原子炉によって異なっている。仮にすべての燃料集合体が88型で60本タイプだと、すると燃料棒総数は45,840本となる。 PWR の燃料集合体には制御棒が内蔵されている。手で持ち上げているのが制御棒。現在の100万キロワット級 PWR の燃料集合体は 15×15 15、17、17型が使用されている。PWR の燃料棒の燃料被覆管にはジルカロイマイナス4が使用されている。 PWR では制御棒が燃料集合体の中に分散して挿入されるため燃料集合体には24本の制御棒案内管が通っている制御棒はそれぞれの上部が結合されており燃料集合体の内部を一括して上下するため制御棒クラスターと呼ばれるまた路内系装用案内管があるため17、17型の 燃料棒本数は17本17本イコール289本より少ない264本となっている。核燃料棒は9枚の指示格紙と呼ばれる格子板に保持されている。指示格紙は制御棒案内管に固定されて全体の構造を保つ。燃料棒の上下にはノズルと呼ばれる板があり、制御棒案内管と溶接されている。 燃料棒は上下のノズルとは接続されておらず、燃料棒の伸び縮みに対応するため距離が開けられている。全体の長さは約4メートル、幅は214ミリメートルである。100万キロワット QPWR の圧力容器内には193体の燃料、集合体が掃化されていて、17、17型の場合で燃料棒の総数は5952本となる。 ATR 原型炉、普遍では224体の燃料集合体が総加されている。燃料集合体は28本の燃料要素が同心円状に3層に配置された円筒型をしている。燃料要素は12枚のスペーサーと上下のタイプレートによって保持されている。各スペーサーは4本のスペーサーイロットに固定されている。燃料集合体の全長は 約4.4メートル、直径は111.6ミリメートルで、増加される圧力管の内径は117.8ミリメートルとなっている。FBR 原形炉、門ンでは、通常の原子炉の燃料集合体と同じ役割の炉心燃料集合体が198体、燃料増殖用のブランケット燃料と呼ばれる燃料、集合体が172体、 合計で372体の燃料集合体が増化されている。両者は同計で169本の燃料要素が正三角形に配置されている。燃料要素はグリッドスペーサー、または燃料棒に巻かれたワイヤースペーサーによって間隔が保持されている。全体はラッパ管と呼ばれる六角形のパイプに収められ、下部はエントランスノズル、上部は ハンドリングヘッドが取り付けられている。全長は 4.2mm、幅は 11cm である。ありがとうございます。